さあ受けてきました第314回トイック公開テスト、早稲田の問題1個解いてから来ました。では難易度を見ていくんですが、まあ、すごいリアルな感じを得てくるんだなみたいなのがあって、今まででこんなに簡単だったことあるかな。文脈依存の問題も優しい、モーストライクリーがいっぱい出てるなと思ったんで、そうで始まりました、モテスチャンネルです。さあ受けてきました第314回トイック公開テスト、2月26日午前の受験になりますね。はい、今回の縛り受験はですね、昨日ダーツ行ってきましたんで、はい、むちゃくちゃ筋肉痛の状況で受けております。はい、ダーツね、なんかやったらできましたけど、意外と、まあ、まだちょっと麻痺してる状態でね、投げたんで、あ、そうそう、こう神経が麻痺してるんですけど、まあ、前よりはだいぶ良くなったんですが、はい、それでね、ダーツやってきてめちゃくちゃ手が痛い状況で、はい、で、他の縛りとしてはもう早稲田の問題1個解いてから来ました。はい、早稲田の人科の英語の問題がっつりやってから受けに来ました。めっちゃ疲れた。てか、むっちゃ眠かった。その分、試験中眠くて、もう、読解何回も読み直しちゃったよ。うん、辛い受験になりましたけど、はい。横の人がね、ちょっと咳ずっとうるさくてね、咳してて鼻ずるずる。リスニング中も鼻噛むしさ、そこも辛かったな。はい、そんな受験だったんですが、どうだったのか、行きましょう。では難易度を見ていくんですが、まあ、そこ同じフォームとは限らないですからね。フォーム複数ある場合やりますので、同じ問題とは限りません。まずパート1ですね。パート1はまあやや優しめかな、うん、まあ今回もあの全部聞く前に D まで聞く前にもうマークしてったんですけど、 ABC 全部違ったら D っていうのでやってったんですけど、まあ、消去法使えば確実に正解できる1個ぐらい、この表現はちょっと難しいかなと思ったんですけど、まあ正解できるかなと思いますね。ちょっと特徴としては長い選択肢も正解に出てくるなっていうのが印象でしたね。まあ、結構長めの文も読むなって思いました。続いてパート2ですが、まあこれは一応普通としておきますね。一個逃しちゃったというか、聞き逃したというか、どれだか分かんなかったんですけど、うん、ぼーっとしてて、あれこれあれあれみたいな。だ A、B 聞いて、ああ、両方違うなって言って C 塗って、C 聞こえたら、えこれも違くねって思ったんで、ただまあルールとしてもう AB 聞いたら塗るなんで直しませんでした。もうそのまま C 塗りっぱでいきました。で、偏りがすごかったですね。今回のパート2は前半部分に優しめなのががっつり固まってた。もうちょっとばらけるんですけどね。だから後半変化球がすごく多かったですね。まあ注意しながらやったんですけど、ああやば、こんなにストレートがいっぱい出てきてる前半に、ってことはこれ後半めっちゃ変化球いっぱい出てくるだろうなって思ったら、案の定そうだったんですけど、そう、割合決まってますからね。で、えみたいな、一個分かんなかったな。ということでパート2は一つ分かりませんでした。続いてパート3。まあパート3普通かな。特にそんなに悩むものはなかったと思いますね。うん、やっぱちょっと咳が気になってね、うふみたいな、鼻噛んでるのが気になって、ね、先読みがちょっとできなかったとことかもあったんですけど、それでも多分全部いけたんじゃないかなと思いますね。はい。どうしよう、これ見てたらね、隣、私でした、すいません。こないだ会ったからね、何回か前のトイックで、それのこと言って、それ私ですって言って。コメント来たんでね。ああ、会場でバレないのかってね、よく聞かれますけど、今日もバレてました、普通に。はい。めっちゃ二度見されました。で、パート3はそんな感じで、なんかすげえリアルな絵あったよね。めちゃくちゃ絵が、こんなに、すごいリアルな感じの絵出てくんだな、みたいなのあって、それが、だからしかもパート1の写真に似たのがあったんだよね、確かね。はい。っていうのがありました。で、パート4。は、あ、一問わかんなかったね。まあ一応普通としておきますけど、一問、あれ、聞き逃しちゃったな、これ言ったかなっていうのがあった。あと、答えのヒント多分言ったのかもしんないけど、聞き逃してて、何この状況って言って、後でわかるっていうのがありましたね。続いてパート5いきますね。リーディングセクションですけども、パート5は、今まででこんなに簡単だったことあるかなっていうぐらい優しかったですね。難問が一個もなかったよね。難しい単語もゼロだったよね、語彙問題も。うん。品詞問題とかも、なんか難しいの一個も出てなかったんで、ありました。なんか、ぜひ、受けた方ですね。ありましたよっていうんだったら、ぜひ教えてもらえればと思うんですけど、レベルの高い語彙もないし、レベルの高い文法事項もなかったと思いますね。で、こう来たんで、わあ、じゃあこれ6が難くなるのかなって思ったんですが、パート6は、
優しかったですね。これも近年稀に見るというか、ここ何回かの中では圧倒的に一番簡単だったと思います。はい。文脈依存の問題も優しい。で、いわゆる文挿入ですよね。文挿入問題も全部優しかったし、単語を選ぶ、ね、文脈語彙問題も優しかった。で、文脈時制が2問入ってたんですけど、文脈時制2問とも優しかったですよね。こんな優しくていいのって思った。文脈時制って、すでにしたことなのか、これからすることなのか、判断しなきゃいけないんですけど、どっちの問題も選択肢にこれからすることが2個あって、すでにしたことが1個あって、これからするがなんか2個あったかな。だからこれからするが2個あるってことは両方正解になり得るわけで、だからすでにしたことを選べば正解じゃんって思って2問とも解けたから、って思った。文脈時制優しい。普通文脈時制1問目にやると難しいんですけど、両方とも1問目にあったんだよね、確かね。でも非常に優しかったですね。なんでちょっとパート5、6が、これは稀に見る優しさ。こんなに優しい回は、もうほんと何年ぶりっていう感じだと思います。で、こう来たから、じゃあパート7がめっちゃむずくなるんだろうなと思ったんですが、まあ、やや難としておきますかね。まあ、時間はかかります。特に何回も読んじゃったんで、自分自身もね。やっぱ頭入ってこない、頭入ってこないわっていうので、最後から2番目のトリプルかな、むずかったのは。かなり、どういうことなの？これで合ってんのかなーっていう。なんかまあ、今までみたいに無茶な照らし合わせとか、無茶な推測はなかったんですけど、ちょっと一問、ん？って思った。まあ、推測問題めちゃくちゃ多かったですね。モーストライクリーがいっぱい出てるなと思ったんで、まあ割合的にはいつも同じなんだろうけど、なんか、モーストライクリーでこんなにたくさんあるのは初めて見たような気がしますね。そう、誰ですかとか、どこで働いてますかっていうのに、だいたいモーストライクリーがついてて、はっきり書いてないみたいなのが多かった印象ですね。照らし合わせはそこまで大変ではなかったけど、推測はやっぱりきついかなという印象でしたね。はい、どうでしたか？受けた皆様、ぜひともね、感想をお聞かせください。まあ、このね、動画撮ってる時はまだ午後は怒られておりませんので、はい、午後の方も、反省会のね、ライブありますので、ぜひそちら、見て参加してもらえればいいんじゃないかなと思いますね。本当にね、今日東大英語もあるので、両方やんなきゃいけないんですけど、いや、さすがに東大英語の動画出せないですね。今日ね、もう間に合わないと思います。この後、その反省会ラジオやった後、またね、大学受験してるルーの撮影がありますので、はい、受験のね、結果の動画撮らなきゃいけないので、はい。ちょっと東大の動画は今日は出せませんが、明日なんとか出せるようにみたいな。明日は撮影がずっと昼からもう夜までなんだよね。まあ、頑張ります。はい、受けた皆様お疲れ様でした。あ、今日英検のね2次あった方、そして国立のね、2次試験の2日目お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。